こんにちは、くんです。私が使ってるサイト、これなんですけど、何がこれ強いかっていうのを質問があったので、それをちょっと教えようと思います。 IRNV とかこういう光学サイト系、高額サイトじゃなかった、暗視ゴーグル系、これの強さなんですけど、索敵になるんですよね。一番の強さはパッと見ていないなっていうのがすぐ分かるんですよ。こうやって今 すごい近いんで意味なかったですけど、ちょっと近、今みたいに近距離はあんま意味ないんですよね。こうやって敵がいるかいないか速攻で分かるので、一瞬覗くだけでね、分かるんです。あ、今いた、ここにね、こっちに一人だって分かったでしょ。あの、これが普通のコブラとかだとそうはいかなくて、あれ敵どこいるかなってちゃんと索敵しないと敵の位置が分かんないですよ。でもこれだと一瞬でね、索敵できるので、ほら、いた、こういう風に分かるので強いです。だから近距離は、正直近距離は腰ためで撃った方がいいかな。すごい超近距離戦は腰ためで撃たないと、あ、これにそもそも2倍になってるし、ズームもあるから、腰ためで打ち勝つか、まあそういう位置じゃないか、結構もう敵が近距離に忍び寄らないような位置で戦うとかで、やるといいと思います。この建物の上とかね、で戦うといいんじゃないかなと思います。ラインの設置完了。こういうね、見通しがいいところで、ラインの設置完了できなかった、見通しのいいところで、この覗くとね、一瞬でもう全部わかるので、味方も今見えるよね。一瞬でいるかいないかわかるんで、かなり強いです。こんな感じで遠距離戦ほど強くなるので、ぜひ使ってみてください。ただね、ちょっとこういうフラミンゴとか微妙になんか変に光るやつとかあるので、この辺は注意ってことで、トレーラーパークに1人、もうこの距離でも一瞬でね、索敵できるんですよ。この幅のこん なあの大きなフィールド、一瞬で索敵できるのは強いです。 BF は先に敵を見つけた方が圧倒的に強いので、ということで、くんでした。バイバイ。